神河の滝は、大分県文豪の市大野町八田にある滝。2007年7月26日に、国の登録記念物として登録されている。大野川の中流にある小滝と、その支流の平井川の合流口にある目滝とからなる。小滝は高さ約20メートル、幅約100メートルで、目滝は高さ約18メートル、幅4メートルである。中上設備が並ぶ景観は、 文語のナイアガラ、王野のナイアガラとも呼ばれる。どちらの滝も阿蘇山が約9万年前に噴火した際に埋められた谷の侵食で形成された。古くからの名瀑であり、室町時代の1476年には、雪舟が訪れ水墨が、チンダ曝図を描いたことでも知られる。なお、チンダ曝図は関東大震災で消失しており、カノツネノブによる模写が現存するのみである。 文語国史によると、この滝の滝壺は危険な場所であり、縁の深さは測るべからずとの記載がある。このため、岡藩では刑罰を科すべきかどうか、お知らせで判断できない場合、被告人を陳んだらくとしとし、無事に泳ぎ抜けたら、診料として無罪方面するが、助かったのは一人だけだったという。今も滝の近くに岡藩泣き落としの形状跡がある。 1909年に、文語電気鉄道株式会社によって、賃田発電所が建設された。この際に、小田のすぐ上流に取水用の石が設けられ、1923年には、石が重上げされたため水量が減少して、王子の景観が損なわれた。しかし、1996年からの、園庭強化工事に伴い、常に一定量の放流が行われるようになり、 かつての壮大な景観を取り戻した。尾滝と目滝の間には、石像の沈んだ発電所跡地がある。ありがとうございます。